存在が分かる。で逃げられたりしてね。やば。エンジン止めて、エンジン止めて、エンジン止めて、エンジン止めて。やばい。でかい。やっと出た。やっと出たよ。石川？うん。めっちゃでかい。見て。めっちゃでかい。やばくないこれ。めっちゃでかくない？でっか。でかいね。いいよ。ちょっと待ってよ。やばくない？このでかさ。どうやったらわかるかな。でか。でか。めちゃめちゃでかい。何見えかと思ったな。いいお写真撮って。どうぞ。なんで、もっと近くで撮ったらいいさ。ジャンプしたら怖いね。しないんじゃないかな、多分。後ろから撮ればいい、後ろから。後ろぐらい。やばいでかいね。超でかい。まるまる太ってるよ。で、例によって静止画だけど。でかいね。うん。やばいじゃろ。てか綺麗だね。うん。あれが模様が一個一個がでかい。置物にしか見えない。めちゃくちゃでかくない。頭とでかいね。うん。完全に波絵かと。やっぱりここたまにぽいのを跳ねてるのを見てたんだけど。撮影はできてないんだよね。やっとだよ。よかった今日山の中から帰ってやばいね。こんなになんか佇んでるの、うん、これやばくない？ちょっとこれ全然逃げないな。めっちゃドアップで撮れるんだけど。やばこれ。めちゃめちゃでかいんだけど。置物にしか見えない。まあでもそうね、車の中からでもはっきり分かったもんね、でかさは。うん、ちょっと石川だとは思わなかったけど、やっぱここも出るんだな、うん、ここまでいるんだね。どんなところが一番？ただカエルはな、静止画にしかならないから動画の意味がない。やっと見れたな、今回。久しぶりだな。これはでかいぞ。ごめんね、近くで撮ってもいい？めちゃくちゃでかい。立派だね。緊張してる。緊張しちゃった。
ね、緊張した。ちょっとジャンプしそうだよね。しゃがんだんで。大丈夫だと思う。デブっちょだぜ。うん、デブっちょ。表現的にはそうね。この上からの。なんだこれ。やば、バッテリーが。